シアルフラッカーズ。あ、ん、サタンの部屋。よっ。あ、どうしたお前ら。サタン、言いたいことがあるんだ。あ、また言うんだろう、俺の傷つくことをよ。あ、いや、違うよ。いつも傷つけて。お前ら、なんか俺も悪かったな。お前らちゃんと俺のこと考えてくれてたんだ。まだコラボは終わってね。全力で楽しもうぜ。協力してくれよお前ら。よろしくな。どうした？よ、今回は新しい情報というかよ、これなんかどうなんだってやつ持ってきたぜ。モンストのロゴが変わるんだぜ。今までの俺たちの可愛い可愛いリドラがよ、オラゴンになるんだ。お前らどう思う？どうした？モンストの象徴っていうのはよ、なんかリドラって感じしねえか。リドラはよ、全然使わねえけど、あのアイコンを見るとモンストって思うよな。でもオラゴン、てめえはダメだ。ボーボーみたいに言ったけどよ、漬物みてえに。俺は今までいろんなゲームをやってきた。だがよ、なんか運営側がゴリ押ししたモンスターっていうのはよくわかんねえが、ちょっと嫌われる傾向にあるよな。正直言うと、オラゴンはあまりみんなに好かれてねえと思うぜ。ああ、俺か？いや、一度も会ったことねえな。会う機会もねえ。ま、でも噂では結構裏では怖えって聞くぜ。あとよ、俺はこの前の映画の時、配られた弾全部使って引いて、250くらいか、使って、だいたい50連して、出たのが、ラストの天草 MV っていう。で、それも帰って引いて出たから、映画館前でそれや、友達と行って、引いて、爆死、俺怒る、帰る、映画見ずに。っていうマジで友達連れて帰ったっていう事件があって、その時モンスターくそ言ってよ、絶対見ねえからな映画って言って俺帰ったんだ家に。マジで行って、映画館まで前に行って、でその映画を見てればよ、オラゴンっていうのを結構好きになったかもしんないんだけど、なんかわかんねえんだ。じゃあちょっとリドラーと比較してみよう。リドラーっつうのはよ、まあ、リドラ自身を使ったことはねえとは思うが、モンストをやっているとよ、まず初めに選ぶのが、その3体の中の一つだよな。で、その3体のうち一つ選んだリドラは、また別の理由として、モンストの歴史に長く刻まれた。それは、はじめ、ラック90のレジリードを作るというやつだ。そのために俺らはよ、リドラを何回もやって集めんだ。頭おかしくなるぐらいな。当時はもっと集めづらかったからよ。90つっても75体集めるのにすっげえ苦労したんだ。ずっと待って、初心者は絶対レジート作れって言われてよ、作るんだ。作っても、なんか最近サンクチュアドラゴンとかっていう運極配ってんじゃねえか。だから最近のやつは知らねえと思うがよ、昔からモンストやってる人にとってはリドラは結構印象深いモンスターなんだ。しかもイラスト変わったしよ。だからね、あそこにリドラ持ってくるのはどうかと思う。リドラじゃなくてオラゴン持ってくるのはどうかと思うんだけどよ。オラゴンっていうのはよ、ドラゴンのくせになんか丸いよな。丸いんだあいつ、顔も。最近すげえ思うんだけどよ、チコリータとかってあれ獣型なのによ、ポケモンの顔が獣の顔してなくてモグラみてえな部分になってるからよ。あれ実際にこの世界、
本当の世界にいたら相当気持ち悪いなって思うんだよ。それちょっと思い返すと、イーブインもなかなか前へ出て、鼻とかのその犬っぽく前に出てねえなって思うんだ。オラゴンもちょっとドラゴンっぽかったらもっと可愛く愛されたんじゃねえかなと。だってあれちっちゃい人じゃん、あれっていうね、感じはあるんじゃねえかと俺は勝手に思ってるぜ。ま、さすがにモンスト模様5周年始まってこういうことをしなければならねえって気持ちはわかるぜ。確かにいつも思ってたロゴにオラゴンを使うことが今後あるかもしれないって一回で考えてたんだ。オラゴンって一体マスコットなのに全然なんか定着しねえなっていう気持ちがあったんだ俺は。まあ、いざやられるとちょっとなんか寂しい気持ちがあるよな。別にオラゴンを今後受け入れていく気持ちはあるぜ。だがよ、これ要するにあのアプリのアイコンも変わるわけだろう。なんか毎日オラゴンタップするとなんか気持ち的に俺はうわーってなるんだ。まあ慣れるとは思うけどよ。まあモンストはこれから面白いゲームになっていくっていうなら俺は全然賛成だぜ。というわけで、みんなはおめえらはどう思った？コメント欄に書いてくれよな。で、うちのチャンネル結構みんなコメントしてくれてるからよ、俺はすげえ嬉しいんだ。感謝してるぜ。結構前の動画まだ返せてないんだけど、まあ待っといてくれ、必ず返すからよ。まあまりにもちょっとなんか悪いこと言われたら気持ち的に来るから返さねえかもしんないけどな。今宵もご来場サンキューな。よかったら高評価頼むぜ。そんじゃあ次の夜会で待ってるぜ。あばよ。